こんにちは。はじめまして、株式会社ネクソン、ネクソンジャパンの、水野大輔と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日はですね、日本のネクソンの、デザインカルチャライズということで、日本版のヒットのデザイン施策を中心にですね、ご紹介をさせていただければと思っております。全体の流れとしましてはですね、自己紹介からさせていただきまして、で、あとそのカルチャライズとその動きについて少し話をしまして、でその後、今までの対応事例、他のヒット以外のタイトルの、紹介を少しさせていただきまして、でその後ヒットを中心に、詳しく話をさせていただければと思っております。その後はですね、政策に対する、日本と韓国の、考え方であったり、デザインの、違いっていうところの傾向の話を少し話を、できればなと思っております。じゃあ行きます。ではまず自己紹介になりますが、まず日本のネクソンについて少し話をさせていただきます。ネクソンのイベントで日本のネクソンっていう話をするのもなんなんですけども、株式会社ネクソン、ネクソンジャパンは2002年に、設立いたしまして、現在東京の六本木で、所在地としています。従業員は韓国と比べるとかなり少ないですけども285人となっておりまして、グループ会社や、他社のゲームを、日本で運営するための会社となっております。で私自身になりますが、改めまして水野大輔と申します。学生時代はですね、ゲームや絵が大好きで、ゲームをプレイしたり絵を描いたりっていうのも好きだったんですけども、開発者インタビューを漁ったりだとか、イラストレーターの発掘をしたりだとか、結構ゲームの業界が好きで、情報収集をすごくしていた、学生時代を送ってました。学生後、専門学校卒業後ですね、フリーのイラストレーターとして何年か活動しまして、でその後2008年に、デザイナーとして、株式会社ネクソンに、入社いたしました。で2015年以降はですね、制作部のプロダクトデザイン室の室長として、日本運営タイトルの全般の、インゲームデザインを監修しております。先ほど言いましたプロダクトデザイン室っていうところの主な実績になるんですけども、ご存知の通りという形で、メープルストーリーだとか、テイルズウィーバー、マビノゲイユーデンの、ゲーム内の、アイテムだとか、イベントの作成になる、イベントに合わせたイラストの作成などを行っているんですけども、より日本のユーザーに、刺さるコンテンツを制作するっていうのが、主なミッションとなっております。何でしたっけ、モバイルタイトルが、近年増えましてですね、それに対応する、コースが、近年大幅に増えております。理由としましてはですね、単純にタイトル数が増加しているということもあるんですけども、PC の市場よりもモバイルの市場の方が、変化が非常に激しくてですね、ユーザーの幅が広いということもありまして、そこにかける、準備のリソースが非常に大きくなったというのが理由になっております。で今回の講演ではですね、日本で、サービス展開するときの、デザインのカルチャラについて、対応説明してご紹介したいと思っております。カルチャライズとその動きということで、まずはですね、カルチャライズとはというところを少し話をさせていただきます。ローカライズについては、皆さんご存知の通りになると思うんですけども、言語の翻訳だとか、地域規則に対応するということになるんですけども、カルチャライズということ、カルチャライズという言葉自体が、どれぐらい、韓国の方で、認知されているのかというのはちょっと分からないんですけども、カルチャライズは地域の文化に合わせて、コンテンツを改変することとなっております。例えばですね、同じキャラクターを、各国の人たちが見たときに、どう感じるかというのは、その国の文化によって、かなり分かれるところかなと思います。ここまで極端に分かれることはないと思うんですけども、微妙な差であっても、そこを、どこまで気にするかという話ですね。これらはですね、単純にその技術的な上手い下手とかそういう話ではないので、感じ方の違いというところで認識しておいてもらえればいいかなと思います。で左 の、例えばですけど、韓国の方から見て、可愛いキャラクターが、いたとしまして、で、それが日本人から見て、可愛いか
っていうところは、まあ、可愛いと見られるかは限らないっていう形になるんで、まあ、それに対して、まあ、あの日本人の思考に、まあ、合わせた可愛いっていう形で、まあ、日本人が感じ取りやすい可愛いに変更した上で、まあ、あのリリース展開していくっていう形になります。でこのようなパターンもあります。まあ、先ほどと同じように、まあ、左のこの、韓国の方から見て可愛いっていう形になるんですけども、まあデザイン自体をどうこうするっていう話ではなく、まあ、そもそも目的自体が変更されてしまうパターンですね。まあこのパターンで言いますと、まあ可愛いキャラクターで出すよりも、まあ綺麗なキャラクターとして出した方が、より響きやすいであろうという形で、まあそもそも目的自体が変更されて、まあ、それがデザインに反映されるっていうパターンですね。まあ、これはまあ単純にそのターゲットが変更されたり、まあ、日本のトレンドに合わせてまあ調整されたりっていう理由でまあ検討されていく内容となります。はい。まあタイトルがまあローンチするまでのざっくりした流れとしてはこのような形になるんですけども、まあ、分析試作検討政策ローンチと、まあ、かなり本当にざっくりなんですけども、まあ、分析の段階でですね、まあ実際どういう問題になるであろうかとか、まあ、成功させるためにより良いところをさらに良くするためにはどうしたらいいのかというところの分析を行いまして、まあ、試作検討の段階で、まあ、予算だとか仕様の部分の確認も行います。まあ、実際はですね、まあ、開発の途中の段階のものから触り始めることもあれば、まあ、すでに韓国とかでリリースしているタイトルというのを調整するパターンもあるので、まあ状況はかなり様々という形になるので、まあ、判断の方もかなり難しくなってきます。では今までの対応事例をご紹介いたします。はい、こちらは歴史シミュレーションゲームのドミネーションズというタイトルなんですけども、こちらはですね、当時、まあ、日本のモバイル市場でですね、まあ、元々の、まあ、イラスト、まあ、かなり濃いイラストなんですけども、まあ、こちらのイラストを使ってですね、まあ、展開していくことが、まあ、ちょっと目標の KPI に達するのが難しいんじゃないかっていう懸念が、まあ、日本の中で上がりました。でそこでですね、まあ、少しターゲットの幅をもう少し広げる必要があるのではないかということで、まあ、イラストの、まあ、新しいイラストを、まあ、日本側で制作しまして、でターゲットの層を、まあ、コア層からミッドコア層に、まあ、ずらして、まあ、幅広く、まあ、プロモーションと合わせて展開していくということが、まあ、実行されました。ちなみにゲーム内に関しては完全に手を入れずに、まあリリースがされています。あ、デザインに関してはですね、そこはで次に、ハイド&ファイヤー、まあ、日本以外では We Fire というタイトルで、まあリリースされていると思うんですけども、まあ、こちらに関しては、まあゲーム内はそこまでじゃないんですけども、イラストの方が少し重い、重厚感のある印象だったので、そこの部分をちょっとどうにかしたいというところと、あとはキャラクターがですね、まあ、かなりちょっとここ日本人的な感覚の微妙なところなんですけども、ちょっとアジア系アイドルの印象っていうのが少しキャラクターの方にありまして、でちょっと日本人のその見た目とちょっと微妙に噛み合わないところがあったので、まあ、そこを少し調整した方がいいんじゃないかっていうところで、まあ、話が上がりました。で一応こちら変更の内容となりまして、まあ、ゲーム内の UI のイメージに合わせて、まあ、タイトル の, そのキービジュアルを、まあ、少しサイバーで明るい印象に変更を加えて、まあ、より広く、まあ、カジュアルな層を拾っていこうという施策を行いまして、で主人公の見た目も、まあ、調整を行いました。であとは、まあ、日本の、まあ、デザイン、まあ、制作したキャラクターを定期的に、まあ、今現在も、制作して、まあ、リリースアップデートかけております。まあ、見た目ちょっと微妙な差になるんですけども、まあ、このような変更を加えております。まあ、顔立ちを少し、まあ、縦長から少し丸、もう少し丸顔の印象にしまして、まあ、髪型も、まあ、結構この髪型だけでも、まあ、かなり日本の方向性と違うなっていうところがあるので、まあ、そこを少しなじませた形になっております。で髪の 色も、まあ、調整して、まあ、このような調整を、まあ、各キャラクターに、反映させて、まあ、展開させていく形になります。で次にマビノギ英雄伝ですね。でこちらは新規キャラクターのデリアというキャラクターが、まあ、追加されることが決まったんですけども、まあ、デザイナー側の見解だとか、まあ、韓国でのリリースの展開
の、まあ、評判とかそういうところを、考慮 して、新キャラクターとして、まあ、見た目の引きがもっとあった方がいいんじゃないかっていうところで話が上がりました。でまあ、そこで、まあ、このような、変更が報告されたんですけども、まあ新規のアバターを、まあ、左の元の、見た目なんですけども真ん中の、白と黒のコスチュームっていうのを、まあ新規でアバターを制作しましてでこれをベースに、まあ、プロモーションを、に乗せて、まあ、より、ムービーなどを展開しまして、キャラクター性を、まあ、際立たせるような、プロモーションを行いました。でアバターの方も、ゲームの中に反映されているんですけど、まあ、ストーリーの方とかでは、まあ、左のコスチュームが展開されていて、まあ、そこはその開発のコストと、まあ、プロモーションの方の、まあ、コストと、まあ、うまくバランスを取りながら展開されていると。でこれは、まあ、衣装と、プロモーションムービーの評判が非常に良かったため、まあ、かなりうまくいった例なのではないかなと思います。はい、じゃあ、日本版の、まあ、ヒットのカルチャライズについて、まあ、ご紹介いたします。ですかね。はい、プロジェクトの、スタート、こちらに関しては、まあ、立ち上げからの展開というのを順番に、ご紹介いたします。一番初めにですね、運用チームを、日本の、運用チームを中心に韓国版のヒットの、まあ、分析を行います。でそこでですね、まあ、よりニーザーのユーザーの、ニーズに合わせた、まあ、ゲームにするためには、まあ、ストーリー性や、まあ、キャラクター性ゲームシステムなどの変更が、まあ、必要だっていうところの判断が下されましたと。で、まあ、それらを、まあ、実行するために、まあ、デザイン面で、まあ、いくつか解決したい問題がありました。日本人から見てですね、まあ、実際韓国で展開されていたヒットの、まあ、キャラクターが、まあ、かなりコア寄りの印象だったので、まあ、ちょっと、まあ、これによって、まあ日本ではユーザーをかなり狭めてしターゲットのユーザーを狭めてしまうのではないかという懸念が上がりました。まあ、イラストのクオリティ的にはかなりレベルが高いイラストだと思うんですけども、まあ、ちょっとやっぱりターゲットを優先した展開が必要だというふうに判断されました。で次にですね、まあ主人公が会話シーンで登場しませんでした。こちらはですね、基本 NPC 同士の掛け合いで、まあ、ストーリーが進行していたんですけども、まあ、より主人公やキャラクターに愛着を持ってもらうためにはちょっとこのままではまずいんじゃないかという話になりました。次に、キャラクターの見た目が固定されていなかった形ですね。まあ、イラストやプロ、イラストなどで展開されている、まあ、キャラクターの見た目っていうのが、まあ、結構見るたびにバラバラだったっていう形になっています。まあ、色とかも結構決まってなかったりですね。まあ、これについてはですね、まあ、会話シーンで、まあ、主人公が登場してなくてですね、まあ、キャラクターは、プレイヤーキャラクターはアバターで見た目がコロコロ変わってしまうので、まあ統一されてなくても特に不思議ではないのかなっていうところではあるんですけども、まあ、日本ではちょっとそれが都合悪くなるんじゃないかっていう話ですね。でイラストのテイストの方もちょっと、まあ、統一感が特になかったという形もあったので、まあ懸念として上がりました。であとは、アバター数が足りなかったですね。まあ、アバターの重要度がですね、まあ、韓国よりも日本の方が、まあ、高いということもありまして、まあ、運用、していく上で必要な数というのが韓国よりも数が必要だったということがあります。あとは、まあ、デザイン面で、まあ、より日本のユーザーに響きやすい、まあ、テイストというのも、まあ、もっと必要だったという形で認識されました。まあ、並べてみると、まあ、こんな感じなんですけども、まあ、全体的に、まあ、キャラクター、まあ、主人公関連の、まあ、調整が必要だというふうな判断が下されたわけですね。はい、で韓国版はですね、まあ、全体的に、まあ、アクションと、まあ、世界観を優先した、まあ、ゲーム内の構成になっていたんですけども、まあ、日本では、まあ、長期的に、まあ、ゲームを愛着を持たせるためにも、まあ、より、まあ、主人公に、まあ愛着を持ってもらう、ゲームを定着させるためにもより主人公に愛着を持ってもらうための施策が必要だというふうな認識がされ計画されました。でその中でですね、まず一番初めに取り組んだのが、まあ、この2点ですね。まずタッチやデフォルメっていうのを、まあ、どのように着地させていくのかっていう部分と、まあ、既存のイラストを、まあ、回収するのか、まあ、新規で書き起こしていくのかっていうところですね。
まあ、立ち上げ古めについてはですね、まあターゲットの設定という部分に乗っ取るだけじゃなくてですね、そもそもまあヒットの中で、まあ、使用できる画像素材がどれぐらいあるのか、まあ、回収するその手を入れなきゃいけないものがそもそもどれぐらいあるのかっていうところも踏まえまして、まあ、かなり数多く、まあ、施策を検討した上でそれを適用する、まあ工数も計算していきます。まあ、この、 見た目で、これ初期の一番割と初期の頃に出された画像なんですけども、まあ、一番左の、もともとのヒットのグラフィックから、まあ、どれぐらい、まあ、既存のイラストをベースに使った場合、まあ調整して融通が効くだろうかみたいな、まあ、違和感のないデフォルメがどこら辺なんだろうっていう探すっていうところも、まあ、行いました。あとは、まあ、テイストや、衣装やテイストの確定ですね。まあ、こちらはですね、まあ、その当時、まあ、流行ってた漫画だとか、まあ、アニメだとか、まあ、もちろんゲームのキャラクターとかっていうところも、まあ、かなり情報収集を行いまして、まあ、着手するのが、まあ、どこら辺がいいだろうっていうところを、まあ、模索を行っていきます。で、左の衣装はですね、まあ、開発の方で、作成された衣装のデザインになるんですけども、まあ、衣装に関しては新規で起こすわけではなく、まあ、既存で、まあ、そのまま使うっていうことを選択しまして、まあ、この衣装でをスタンダードな衣装ということで、まあ、チョイスされました。で、右は、テイストの模索を行っていた時の、まあ、参考例になるんですけども、まあ、このようなイラストを実際いくつか作ってみて、まあ、実際にゲーム内と当てはめながら、どれぐらい の、 デフォルメ幅だとか見た目が塗りのテイストとかも含めて、まあ、模索を行っていきます。まあ、もしかしたら右のイラストが選ばれて実際日本ではこのイラストで展開されていた可能性も、まあ、ゼロではなかったのかなと思いますね。あとは、まあ、キャラクターごとのテーマカラーを設定いたしました。まあ、これは初期段階のものになるんですけども、まあ、日本では割とよくやるんですけども、キャラクターに、まあ、テーマカラーを設定して、まあ、そこを前面に押し出しながら、まあ、キャラクターが認知しやすいように、まあ、気をかけていきます。で、希望のテイストを、まあ、定めていくんですけども、まあ、基本的には、まあ、ゲーム内の、まあ、背景だとか UI、まあ、3D の、まあ、情報量も多いというところもありまして、まあ、そこら辺の親和性というのを、まあ、考慮したというところと、まあ、デフォルメやディティール感の、まあそこら辺を踏まえまして、まあ、目星をつけていくというアクションを取りました。で、まあ、それを踏まえまして、まあ対応できる、まあ、イラストレーターさんを、まあ、探しました。まあ、基本的に作家さんにお願いする以外にも、まあ、もちろん内部で制作するだとか、まあ、デザインの業者にお願いするだとか、まあ、いろんな選択肢あるんですけども、今回は、まあ、イラストレーターの作家さんにお願いしようというところを、まあ、選ばれました。まあ、この辺は開発の希望とかも含めまして、まあ、検討されていった形ですね。で、日本向けのまあ、テイストと、まあ、元々の、まあ、ヒット の、 その書き込みの量というところを、まあ、両方でバランスよく対応できるということで、まあ、ブレイブキングさんというイラストレーターの方に、まあ、制作の依頼を行うことになりました。はい。で、まあ、ちょっと過程のところは飛ばしまして、できたものがこういう形になります。で、こちら、まあ、ゲーム内の、まあ、背景にも、まあ、同時に表示しても、まあ、負けない書き込みと、まあ、日本人でもそこまで抵抗なく受け入れられる、まあ、デフォルメのバランスっていうところで、まあ、いいところに着地できたんじゃないかなと認識しております。で、あと、まあ、表情の差分だとかポーズの差分っていうのも日本で追加制作を行いました。まあ、かなり数を出して、そこからまあストーリーだとか、まあ汎用性というところのバランスを考慮して、まあチョイスして、まあ大体、まあそうですね、1表情につき大体まあ5個とか6個とか出しながら、まあ制作していきました。では、回収後の NPC がまあこのような形になっています。まあ、基本的に NPC に関しては、まあ元々のヒットの、まあバランスとそこまで見た目大きくポージングなど変わってないんですけども、まあ、実際は、まあ、線画からしっかり描き起こしながら、制作してるんですけども、まあ新しくポーズの一新などは行わずに、そのまま、ポージングなどは流用して、でテイストだけ変更するという形を取りました。まあ、他にも、まあ、細かいところなんですけど、まあ、シルエットの微妙な変更だとか、まあ、キャラクターのデフォルメに合わせた、まあ、体型の少し調整だとかを本当細かいところでは行っております。
ちょっとまあ漫画っぽいテイストに少し寄せたっていう形になってますね。まあ、腰のくびれだとか、まあ、マントのシルエットとか、まあ、そういうところも分かりやすいところかなと思いますね。で、まあ、ネクソンジャパンでですね、まあ、かなり、まあ、手のかかるフィードバックを、まあ、ブレイブキングさんにお願いしてしまったんですけども、登場する全キャラクターを、まあ、対応していただきまして、まあまあ、実際、大体6ヶ月ぐらいの制作期間をかけて全て完了いたしました。で、実際に、まあ、制作されたイラストはですね、まあ、このような形で、まあ、適用されるんですけども、まあ、左が韓国のものですね、まあ、NPC 同士の掛け合いが中心になっていたんですけども、まあ、主人公、ほぼほぼもう必ず登場させて、主人公と NPC が会話してよりキャラクター性が、まあ、広がっていくような展開を、起こせるような配置に変更いたしました。で、あとはストーリーについてもですね、まあ、これデザインではないんですけども、まあ、ストーリーもすべて全面回収を日本の方で行いました。これは運用チームがかなり苦労されてました。で、ゲーム内の、まあ、イラストにつきましても、まあ、日本の方で新規で制作を行っています。まあ、これもストーリーのボリュームアップに伴いまして、まあ、登場する背景だとか、まあ、イラストっていうのが、まあ増えたっていう形になってますね。で、あとは、まあ、プロモーション関連になるんですけども、まあ、壁紙の配布ですね。で、こちらについてはですね、グループ会社の、まあ、グループスという会社があるんですけども、まあそこに所属するイラストレーターが、まあ、定期的に壁紙の制作を行いました。で、グループスではですね、数多くの、まあ実力派のイラストレーターが所属していますので、まあ、そこと連携を取って協力することで、まあ、よりクオリティの高いイラストが定期的に制作を行えたという形になっております。で、まあ、先ほど の、まあ、このイラストとかもあとはまあテイストの模索とかでも、まあ、グループスの方で、まあ、手伝ってもらいながら、まあ、非常に、まあ、その点では助かったという形になってますね。で、壁紙自体はですね、アバターのアップデートだとかですね、まあ、イベントに合わせて、まあ、制作が行われています。まあ、水着なんかは例えば水着のアバターが出るのでそれに合わせて、まあ、よりユーザーに宣伝効果を出すために、まあ、制作されているという形になってますね。で、あとは、まあ、ローディング中の、まあ、漫画制作になるんですけども、まあ、すでに SNS とかで、まあ、SD キャラクターのスタンプっていうのが展開されていたので、まあ、その印象、そのテストをベースに、まあ、ローディング中の画面、漫画の画面を制作して、まあ、それで、まあ、ゲーム内の、まあ、チュートリアル的な説明っていうのを、まあ、行いました。まあゲーム自体がですね、まあ、あまりコアな印象を受けすぎないようにっていうところも少し考慮されている形ですね。これにつきついても、まあ、日本で制作を行っております。で、あとは、新規キャラクター飛燕の追加ですね。まあ、ヒットと、まあ、オーバーヒットが、まあ、同じ開発会社のナットゲームズさんということで、オーバーヒットのキャラクターが、まあ、ヒットにも登場いたしますと。ヒットとオーバーヒットのカルチャライズの担当者がですね、まあ、全く同じ担当者が担当していたということで、まあ、この、まあ、追加っていうところの制作についても、まあ、スムーズに、まあ、キャラクター性とかもかなり考慮しながらうまく行えたんじゃないかなと思います。かなりヒット版の飛燕もかなり可愛くできたんじゃないかなと思いますね。はいはい、であとはまあ既存のイラストの回収ですね。開発の方でまあ制作されたイラストの方もまあできる限り日本の方で調整を行っております。まあ、もちろんそのまま使うものはそのまま使うんですけども、まあまあ、その時の残りの時間とかも含めまして、まあ、できる限り対応してキャラクター性を引き立つための対応をしていくという形になります。まあ、こちらに関してはですね、まあ、顔立ちとか、まあ、髪型ですね、まあ、あと衣装っていうのを、まあ、日本で設定したものに近づけるっていう対応が行われております。で、まあ、あとちょっとまあ分かりにくいんですけども、全体的にですね、視線が上半身、まあ、特に顔に集中するように、まあ調整を行いました。ちょっと顔のライティングとか、まあ、上半身のライティングをちょっと強みにしたり、まあ、他の部分を逆に比べにしたりというところを、まあ、実際調整されています。
で、まあ、先ほどの話にもありました、日本でもアバターがリリースされるわけなんですけども、まあまあ、日本では、まあ、先ほどと全く同じになってしまうんですけど、日本の方が人気のアバターの人気が高いということもあるんですけども、あとはまあガチャの販売が主流で、パッケージ販売はほぼ行っていないというところがあります。まあ、売上の割合でいうと、まあ、このような形になって、まあ、韓国では割と育成アイテムの方 の、 あの比率が大きいと思うんですけども、日本では結構アバターも育成アイテムもどっこいかなっていう形になってますね。まあ、やっぱり育成アイテムの方がやっぱり多いんですけども、まあ、韓国よりも、まあより金額が大き比率が大きくて、まあ、需要度が高いっていう形になってます。で、当然この結果ですね、まあ、必要な数っていうところで、まあ、差が現れてしまうのでっていうのと、あとは、まあ、日本のユーザーはですね、ゲーム、モバイルゲームにですね、アップデートとかイベントっていうのをすごく重要視する傾向があるので、まあ、それもあって、まあ、韓国でもかなり早いペースでアバターの更新が必要となりました。まあ、これはですね、ヒット以外のタイトルでも、まあ、割と課題になりがちな部分ではあるので、まあ、考慮しておいてもらえるといいんじゃないかなと思います。で、まあ、そこで、まあ、日本でもアバターの制作を行うわけなんですけども、もともとモバイルゲームの、制作を行う前から PC のゲームで、まあ、3D のアバターの、まあ、デザインや 3D の制作っていうのは、まあ、行っていましたので、まあ、そのノウハウをうまく活用しながら、まあ、ヒットの方でも制作を行いました。まあ、ただ制作するだけ、まあ、制作だけではなくて、まあ、ヒット特有の、まあ、好みの傾向だとか、まあ、売上や、まあ、ユーザーの満足度につながりやすい、まあ、テーマっていうのを選定っていうのを行っています。まあ、日本のヒットだと、まあ、他の、まあ、例えば英雄伝とかのタイトルよりも割とはっちゃけたアバターというか、まあ、ちょっとギャグっぽいアバターも受け入れられているような印象がありますね。まあ、割とモバイルなのでよりカジュアルな層が多いっていうことなのかもしれません。で、まあ、デザインの大きな変更部分の紹介というのは、まあ、以上になるんですけども、まあ、韓国版からですね、まあ、日本版に変更することによってですね、まあ、生まれた弊害というのもあります。まあ、先ほどの話に出てきた話なんですけども、まあ、変更内容にもよるんですけども、ヒットに関してはカルチャライズを行うことで、まあ、開発会社で制作されたグラフィック素材というのが、まあ、そのまま使えないということ自体がもう問題になってしまうというパターンですね。まあ、当然違うっていう状態なので、じゃあ合わせるのかっていうこと自体を、まあ、検討しなくてはいけないんですけども、まあ、当然そのまま出すよりもコストがかさんでしまうので、まあ、そこに関してはまあサービスの状況だとか、まあ、費用対効果っていうところを照らし合わせまして、まあ、随時判断することがまあ必要になってくると思います。で、まあ、このような施策を行いまして、まあ、結果としてまあローンチから3ヶ月で、まあ、セールスのランキングトップ10入りを果たしました。ダウンロード数もだいたい約300万ダウンロードぐらいですね。はい、で、当時、まあ、モバイルの市場ではですね、まあ、高い等身で、まあ、ポリゴン数の高いものっていうところの 3D アクションゲームっていうものがほとんど、まあ、そもそもタイトルがあまりなかったっていうこともあったので、まあ、この大きな成功っていうのは非常に大きいんじゃないかなと思っております。で、まあ、もしかしたらカルチャライズを行わなくても成功したかもしれませんと、ここはもう分からないんですけども、まあ、なんですけども、まあまあ、やっぱり現地化に向けてですね、まあ、開発会社と、まあ、ネクソンコリア、ネクソンジャパンが、まあ、密に連携して、まあ、その成功を、まあ、さらに大きなものにしたんではないかと、まあ、ここに関しては確信しております。で、まあ、これだけ大きな変更をですね、まあ、ナットゲームさんの方で受け入れてくれたっていう判断自体も、まあ、非常に大きかったんじゃないかなと思います。まあ、かなりざっくりした内容ではあるんですが、まあ、ヒットに関する話は以上とさせていただきます。で、まあ、オーバーヒット、これから日本でローンチとなりますので、まあ、ちょっと韓国で言ってもあれなんですけども、まあ、よろしくお願いしますということで、はい、次にですね、日本と、まあ、韓国の、まあ、政策に対する考え方やデザインの違いというところについて少し話をさせていただければと思います。まあ、今後デザイン周りだとか、まあ、で、まあ、日本での展開を考えていたり、まあ、日本の会社と仕事をする機会があるという人にはちょっと参考になる部分があるんじゃないかなと思うので、お話しさせていただきます。はい、
この2つについて、まあ、ご参考いただければと思いますが、まあ、韓国のデザインを確認したときに日本で懸念となる傾向というのを、まあ、分類分けしてお話しさせていただければと思います。まあ、日本と韓国の、まあ、両方のデザインをですね、まあ、数多く見て分析してきた中でですね、まあ、その感触の違いというところを、まあ、いくつか紹介できしたいと思います。で次にですね、まあ、日韓での考え方や進め方の違いについて、まあ、話をさせていただければと思います。まあ、ネクソンジャパンではですね、まあ、ネクソン、まあ、コリアも含めてですね、まあ、ね、韓国の会社と非常にやり取りが多い会社なので、まあ、その中で、まあ、やっぱり進め方の違いだとか、まあ、感じ方の違いというのは非常に多く感じます。でそこでですね、まあまあ、お互いにそれは感じていることだと思うんですけども、まあ、今回はいい機会だと思いますので、まあ、日本側の感じる部分というのを少し話をさせていただければと思っております。で、まあ、かなり個人的な見解が多く含まれますので、まあ、あくまで傾向の話だと思って認識しておいてもらえると良いかと思います。韓国のデザインを確認したときにですね、まあ、日本が懸念として、まあ懸念となる傾向ですね。はい、でまずはですね、過去に日本で流行ったような気がするっていうパターンですね。まあ、日本人から見て特に違和感がないんですけども、まあ、なんか古いような気がするぞって思ってしまうパターンですね。でこれはですね、まあ、流行り廃りのタイミングっていうのが当然日本と韓国で違うので、まあ、そこでちょっとズレが生じてしまって違和感を持ってしまうパターンですね。まあ、逆に韓国で、まあ、日本のデザインなんか古くねみたいな見え方をするパターンっていうのももしかしたらあるんじゃないかなと思います。であとはですね、まあ、制作者が昔の日本の影響を受けて、まあ、デザインに反映されているパターンですね。まあ、これもかなりよく耳にするパターンではあるんですけども、まあ、特に1990年代から2000年代ぐらいの、まあ、日本のデザインっていうのが、まあ、影響を受けてるなって思う機会は多いなと思います。で次に、ディティール量の違いですね。まあ、これはもう結構認識されてる方は多いと思うんですけども、漫画やアニメの文化の、まあ、違いだったり、まあ、洋芸のにどれぐらい、まあ、親しんでるかっていうところの違いはあると思うんですけども、まあ、かなり絵やデザインに対するディティールの量は差があるなっていうふうに感じています。でまあ、ディティールの違い自体が問題だっていうわけではないんですけども、まあ、これによってですね、まあ、ターゲットを、まあ、狭めてしまう可能性っていうのがあるっていうところだけ、まあ、認識しておいてもらえればいいかなと思います。まあ、今回のヒットが、まあ、完全にこれに当てはまるかなっていう感じですね。まあ、ディティール以外でもですね、まあ、例えば配色の違いとかでも結構傾向っていうのはあるかなと思ってまして、まあ、結構韓国では、まあ、ネクソンは特にって感じなんですけど、結構青ブルーですね、青っぽい緑寄りの青っていうのを非常に日本よりも多く使うなっていう傾向があったりだとか、まあ、結構中国とかだと、まあ、黒が多めで、まあ、原色の赤青黄色とかはっきりした色が強く出てるなとか、まあ、日本だとサイドが結構低めで、まあ、シルエットだとか色の面を、まあ、優先的に見てるなだとか、まあ、ここら辺の、まあ、傾向の違いっていうのはかなり考慮しながら、まあ、イラストの制作でも、まあ、反映させています。あとはまあ韓国特有のデフォルメ表現ですね。まあ、これもまあ当たり前なんですけども、まあ、日本では使わないデフォルメバランスだとか、まあ、頭身の違い体型の違いっていうのがここに当てはまると思います。まあ、違ってて当たり前ってことで、まあ、それを良しとするかはその時々、まあ違和感の感じ方っていうところを度合いにまあ判断していく形になりますね。まあちょっと分かりにくいんですけども、日本でよくある体型が、まあ、これぐらいのバランスかなっていう感じなんですけども、まあ、次にちょっと韓国の体型が、まあ、割とアクションゲームの割と体型こういうパターンが多いんですけども、まあ、日本ではですね、比較的まあ、大体 5.5 頭身から7頭身ぐらいの、まあ、スタンダードな体型っていうところを多く、まあ、出されてまして、まあ、あとは最近の傾向でいくとちょっと顔立ちが結構縦長の印象がのデフォルメバランスが多いなっていうところと、あとまあ韓国のキャラクターよりも、まあ、若干脂肪が多めだなっていう感じですね。割となんかプニッとした印象の、まあ、キャラクターを多く、まあ、好まれる傾向にあるかなと思います。まあ、日本でもですね、当然
まあ、アクションだとかスタイリッシュな印象を、まあ、出したいときは8頭身超える場合もありますし、まあ、女性ユーザーターゲットのときは割と長身で、まあ、あのスラッとしたあの体型の、まあ、頭身バランスで制作されることはもちろんあります。で、まあ、韓国ではですね、まあ、あの皆さん、まあ、ある程度見慣れている部分もあると思うんですけども、まあ、結構下半身のボリュームがあの日本人から見ると大きいなっていうのがすごく感じる部分と、まあ、骨盤から太ももにかけてのボリュームが特に強調されているなっていう感じですね。で、結構やっぱり長身なんで結構やっぱりスレンダーなお姉さんに見えてしまうので、結構その可愛いに寄せたキャラクターであってもなんかお姉さんキャラに見えてしまうっていうところはあると思います。まあ、結構なんかこのゲームロリキャラかお姉さんキャラしかいないなみたいなパターンですね。結構そのスタンダードなヒロインキャラだとか、まあ、例えばなんか日本ではよくなんか主人公の幼なじみキャラクター的な感じで割と身長が近くて同じようなあの体型の、女の子が出てたりするんですけども、そういうキャラクターが割と少ない印象を感じてしまうっていう感じですね。で、あとはまあ一番下のこのメガネの、割と日本では見慣れない丸目が大きな丸メガネなんですけども、まあ、ここら辺も、まあ、あのキャラクターに結構適用されてたりするんですけども、日本では割とファッションとかで、まあ、結構日本でもあまりあの使わないファッションということもあって、まあ、そういうところでも、あ、日本のイラストじゃないなっていうふうに、まあ、感じさせてしまう部分かなと思います。まあ、もちろん韓国のイラストっていうこと自体を主張すること自体が悪いって話ではないんですけども、まあ、あのそこはまあケースバイケースですね。はい。まあ、日本人は面食いですね。まあ、正直日本人だからなのかは分からないです。はい。日本人に怒られちゃうかもしれないんですけども、あのまあ、実際はでも顔にかなり目がいってるなっていう、まあ、一番初め目がいってるなっていうところと、まあ、顔の印象の重要性が非常に高く見られてるっていうのはもう間違いないんじゃないかなと思います。でですね、韓国のキャラクターはですね、まあ、日本のそのキャラクターよりも、まあ、かなり頭身が高いっていうこともあって、視線がやっぱり顔に行きにくいんですね。顔そのものが小顔で小さくて、まあ、体の比率が大きいっていうこともあるので、でまあ、それはつまりですね、まあ、日本で重要視している顔の部分っていうのが、まあ、ちょっと見えにくい、伝わりにくいっていうバランスだっていうことも言えるので、まあまあ、例えばアクションゲームとかで、まあ、カットインを多用したりとかして、まあ、顔をしっかり表現する機会を用意したりだとか、まあまあ、アクションの派手さを出すためにこういうふうにやってるんだっていう理由があるときは全然、まあ、影響はないかなと思うんですけども、まあ、キャラクターそのものを、まあ、アピールするときっていうのは、まあ、ここら辺考慮しておいてもいいのかなと思います。まあ、あとはあのプロモーションチームからもたまに声上がるのは、頭身高すぎてバナーとかで使いづらいですっていう話はよく耳にします。はい。まあ、やっぱりどうしても上半身だけ使う機会に絞られてしまうっていうパターンですね。まあ、本当は全身見せたいんだけどみたいなところは、まあ、ちょこちょこ耳にしますね。で、まあ、これちょっと一番大きい部分かなと思うんですけども、まあ、日本よりもですね、まあ、絵 の、 そのコンセプトよりも、まあ、作家表現がまあ優先されているように見えるなっていうふうには感じています。日本ではですね、モチーフやキャラクター性をまあ重要視して、まあ、デザインに表面化させたものが非常に多くありまして、まあ、それ自体、それがすごく受け入れられやすい傾向にあるかなと感じているんですけども、まあ、韓国では割とその作家さんが打ち出したい表現っていうのが結構優先的に表現されていて、まあ、それが受け入れられてるなっていうふうに感じます。で、まあ、日本人はですね、非常にあのカテゴライズが好きな、人種というかなので、まあ、ターゲットやですね、まあ、表現したいデザインにもよるんですけども、見た目でどのようなキャラクターか分かりやすいっていうところは非常にそれが、まあ、あの受けやすい要因になるっていうのは、まあ、あると思います。まあ、あのよりカテゴライズがしやすいデザインということですね。で、まあ、かなりあの早いスピードでですね、もう本当3ヶ月に1回ぐらいのペースで、まあ、新しいそのカテゴリーが話題になったりっていうところも結構ツイッターとかであったりするので、まあ、ここら辺ちょっとまあ考慮しながら、まあ、デザインに反映させていきたいなっていうふうのは日本の考えですね。あとはあの二次創作しやすいしにくいっていうところも、まあ、基準に大きく関係する部分はあるかなと思います。はい。じゃあ続きましてですね、日韓での考え方の違い、進め方の違いっていうところの、まあ、話を少しさせてもらえればと思います。プロダクトデザイン室が、まあ、あの韓国の開発会社と、まあ、やり取りするときに、まあ、感じている印象になるんですけども、もうとにかく
アクション行動ですね。もうとにかく日本人よりも行動力がえらい高いなっていうところはすごく感じております。まあ、傾向の違いでいうと、まあ、こういう形になるんですけども、まあ、アクション起こして、まあ、完成させて、でそれで、まあ、問題点を、まあ、洗い出して改善していくっていうパターンですね。まあ、制作物もどん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 幅広く、まあ、放射状に広がっていくようなイメージになるんですけども、まあ、このアクションをやることによって、まあ、進行が非常にスピード感あって速いスピードで、でどんどん幅広く展開されていくんですけど、その分、まあ、統一感が少し取るのが難しくなってくるっていう問題も、抱えている状態ですね。まあ、これに関しては、まあ、アップデートで、まあ、修正できる PC の、まあ、制作 の、 その開発文化みたいなのが、まあ、そうさせているのかなっていうのは、まあ、想像しているところですね。まあ、実際のところはちょっとお話聞いてみたいところではあるんですけども、で次に日本の、まあ、傾向なんですけども、まあ、日本はもう韓国よりもかなりその計画っていうところにかなり重点を置いて、まあ、プランニングしてるなっていうところですね。目的や計画っていうのをしっかり持った上でそれにのっとった政策を行いまして、で着地点に向けてブラッシュアップしていくっていうアクションを取ります。まあ、どん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 絞り込んでいく作業ですね。先ほど の、 その広げていくっていう作業よりも絞っていく作業っていうところになります。一番初めに広げて、で徐々に絞るっていうイメージですね。でこれに関してはですね、まあ、目的にはかなりしっかりコミットするんですけども、まあ、スピードがいかんせんまあやっぱり非常に遅くてですね、まあ、方向転換が非常に苦手です。まあ、後半変更しましょうってなったらもうかなり序盤に広めた後なの で、 で絞り込んでる状況なのでちょっと変更できませんみたいな展開っていうのはすごく見受けられます。まあ、これは、まあ、コンソール文化がそうさせるのかっていうのはちょっとこっちは分からないんですけども、まあ、もしかしたらそういう影響もあるのかもしれませんし、まあ、お国柄なのかもしれません。まあ、比べてみると、まあ、一目瞭然違いますねっていうところですね。で、まあ、割とネクソンジャパンで起こりがちな展開になるんですけども、まあ、開発会社の方からですね、まあ、制作物だとか、まあ、参考画像くださいっていう要請が来るんですけども、ネクソンジャパンではまあ、先に狙いだとか意図とか、まあ、その計画の部分ですねがもう少し明確にしたいですっていう話になって、まあ、これ想像なんですけども、開発会社ではなんで動いてくれないんだろうみたいな感触を思ってるんじゃないかなっていうのはちょっとこちらでも感じています。で、ネクソンジャパンではやっぱり目的がないとやっぱり動けないですよっていう、まあ、もちろん目的を模索するためのデザインっていうのはある程度展開したりはするんですけども、まあ、そもそも制作物をブラッシュさせてヒックスさせるっていうアクションは一番初めには取れませんよみたいな感じになってしまうっていう感じですね。で、まあ、お互いの意見がなかなかまあやっぱり進め方の部分で噛み合わないっていうパターンになります。で、まあ、これらはですね、まあ、どちらが優れてるっていう話ではなくてですね、まあ、得意不得意っていうところがあるっていうところだと思いますので、まあ、一緒に仕事をしていく上でですね、足の目に揃えることはまあ非常に、まあ、重要じゃないかなと思っております。まあ、今回のプレゼンテーションがですね、まあ、お互いの理解をまあ深めることにつながってくれればなと思いまして、まあ、ちょっとこういう内容をまあ入れさせていただきました。はい。まあ、以上で今回の講演は終了となります。最後に、はい、まあ、いらっしゃいましたらっていう感じですね。まあ、他社さんもいらっしゃるっていう話もちょっと聞いてますので、まあ、特に日本で、まあ、日本ではですね 3D のモデラーさんがですね非常にまあ深刻に不足してまして、もう取り合いですね、入れ食い状態なので、まあ、もし日本のアニメやゲームが好きで、まあ、日本で働きたいなとか、まあ、計画しているモデラーさんがいたら特に、まあ、お声かけいただければと思います。はい、よろしくお願いします。以上で終了いたします。ご清聴ありがとうございました。